うちにいる以上はね、最低でもこれぐらいは解けないと。二代目社長である、中園邦彦がそう言って、にやりとした笑みを向けてきた。俺を中卒だと嘲笑い。普段から俺に雑用を押し付けてくる嫌な奴だ。彼の誕生日パーティーの会場で、俺は無茶ぶりを受けることになる。みんなの前で難問を解けというのだ。まあ、所詮中卒だからな。こんな激難しいのが解けるわけがないだろ。でも、もし、解けたら、部長にしてやることぐらいは考えてもいいぞ。俺が問題を見つめると、ヤジが飛んできた。中卒なんかに解けるわけないよな。お前、窓際社員で、頭悪いもんな。はあ、あまり目立ちたくないんだけど、仕方ない。次に俺が発した言葉によって、二代目社長は大恥をかき、転落の人生を歩むことになる。俺の名前は若狭大輔。ある事情で高校に行けなかった俺だが、幸いにしてこんな俺でも就職することができた。俺が現在勤めているのは、都内の一等地にある某有名イベント会社。イベント企画やウェブ制作などを手掛けており、最近では空き家を活用した謎解きイベントが大ヒットしたことで、一躍有名企業に躍り出た。比較的自由な社風ということもあり、中途入社の社員も多く、誰もが生き生きと働いていた。当然、俺よりも優秀な学歴を持つ同期や後輩たちは、次々と出世していく。普通であれば焦るところだが、俺は逆に、この平穏な窓際族でいられる方が格段に良かった。俺は一生、影日向で生きていく人間なのだから。顔立ちもパッとせず、これといった特徴を持ち合わせているわけではない。月一回の社内ミーティングでも、特に名指しされることもなく、忘年会や新年会での飲みの席でも、課長や部長からは必ず一回はこう尋ねられるのだ。君っていつからうちの会社にいるんだっけ？俺の返しに冗談だろうという苦笑いとも取れる表情からして、俺は自他ともに存在感の薄い、冴えない人間らしい。一時が万事、こんな調子なのだから、これからも大きな出世も野望も、何も望むまい。今後も変わらず、平穏に日々を過ごせるのが何より一番。だが、そんな俺の願いとは裏腹に、部署の環境は目まぐるしく変わっていくのだった。ある日のこと、いつも通り出社すると、いつもよりも社内が騒然し、おはようございま、言い終わらないうちに、同僚の一人が、おい、新しい課長が来たぞ、と、ニヤニヤしながら言いに来る。すっごい美人だったよ。そうなんだ。はじめまして、池内瞳です。そうしてにっこり微笑んだ彼女に、拍手喝采が湧き起こっている。新しく課長となったその人は、透き通る肌にくるんと上向いたまつげと、まぶたを彩るほのかなオレンジ色が蛍光灯できらめき、思わず見とれてしまうほどだった。こんな綺麗な人が俺の上司になるなんて。話によると、彼女は某大手の同業他社に勤めていたが、ヘッドハンティングしたのだという。その優秀な仕事さばきを見た上役が気に入り、愛想を振りまきながら自己紹介を続ける彼女の姿をしばし呆然と見つめていたものの、俺はすぐさま自分の立ち位置を思い出し、さっさと自分のデスクに戻ってしまった。
さあ、仕事仕事。昨日退社間際にいきなり、直属の年下上司から、半ば押し付けられた資料作成の確認をしなければならない。こうして、しばらくパソコンとにらめっこをしていると、ちょっと？聞き慣れない女性の声が頭上から聞こえ、思わずパソコンから目を上げた。そこに立っていたのは、新しい課長となった瞳だ。どうやら上司として、部下である俺の仕事ぶりを見に来たようだ。何か、あなたお名前は？若狭大輔と言います。私が挨拶した時、いたかしら？怪訝そうな顔を浮かべつつも、なぜか笑みを浮かべている。すみません、仕事が立て込んでいるものですから。そう言って、俺は席を立った。あ、これからよろしくお願いします。表面上だけでも、挨拶しておけば、これでいい。そのうちに、この人だって、俺の存在さえも忘れてしまうだろう。だが、俺の予想に反して、瞳は何かと話しかけてくるのだ。おはよう、若狭くん。おはようございます。すると彼女は、俺の肩を思いっきり叩きながら、ちょっと、若いんだから、シャンとしなさいよ、シャンと。そう言いつつも、その顔はなんだか嬉しそうだ。ちょっと、痛いんですけど。若狭くん、ちゃんと食べてる？若いからって、過信は禁物なんだからね。まるで母親のように、あれこれと気にかけてくる。周囲からは、そんな俺たちを、物珍しそうに見ており、時折こそこそと言い合っている。自分が注目されていると思うと、体中がもぞもぞし始め、なんだか居所が悪い。だが、瞳は、そんな俺の気持ちなどお構いなしのようで、今日こそ、ランチには付き合ってもらうからね。そう言うなり、彼女は上目遣いで俺をじっと見つめてきた。はい。なんとかこのやりとりを終わらせたいあまり、存在な返事をしてしまった。ようやく瞳が去り、止まっていた仕事を再開させるものの、生まれて初めて女性から食事に誘われたという事実で、頭がいっぱいになり、なかなか集中できない。隣に座る同僚も、半分冷やかし、半分羨望じみた物言いで、お前、すっかりあの人から気に入られたみたいだな。そう言って、にやついた表情を見せる。その後も、俺が席を立つたびに当選簿をしてみたり、社員食堂で食事をしていると、何も言わずに隣に座ってきたりと、何かと距離を縮めてこようとする。他の奴らであれば、もしかして、自分のことを好いているのではないかと、勘違いするのではと思うのだが、俺は努めて冷静に振る舞った。俺みたいな落ちこぼれ人間が、勘違いしたら罰が当たる。次第に周囲も、その状況に慣れてきたのか、今では誰も言わなくなった。そうして、瞳がやってきてから数ヶ月経った日のことだ。社長が体調を崩したことにより、息子である中園邦彦が二代目社長として会社の実権を握ることとなった。だがこの二代目社長、随分と偏屈な人間らしく、ここに来て仕事のやり方や方針をガラリと変えてきた。当然、今までのやり方に慣れている社員たちはやりづらい。それまでは風通しが良く、働きやすいと好評だった社内の雰囲気も、ギスギスした空気が立ち込めるようになった。さらに厄介なことに、彼は社員一人一人を学歴で判断するようになった。優秀な大学を卒業した者は、仕事の出来不出来に関わらず、昇進が約束されている。
だが、地方にある三流大学や専門学校出身の者には、役職に見合わない管理責任を必要以上に背負わせ、ハードな労働環境に耐えきれなくなった社員は、続々と退職していった。当然、そのどちらでもない俺に対する風当たりは強く、まるで意地悪するかのごとく、無茶を命じてきた。おい、中卒、今からこの資料を100部コピーしてこい。はい。10分前に、これを1時間以内に仕上げろと押し付けられた報告書作成が終わらないうちに、また新たな仕事を命じられた。ちょっと一休憩を入れようと、席を立とうとすると、お前みたいな無能で手たらくな奴がサボる権限なんて、どこにもないんだよ。と、お前は人間ではないと言わんばかりに攻撃してくる。仕事においても、一度決まったことでも、彼の機嫌によって、突然覆されることも、一度や二度ではない。あまりにもひどく、俺は思わず口を出してしまった。社長、そのやり方では先方にも事情を説明しないと。だが、二代目社長は全く意に介さないどころか、俺に対して侮辱の言葉をぶつけてきた。今まではそれでよかったかもしれないが、俺がここのトップになった以上は、しっかり結果を出してもらわなければ困るんだよ。ま、お前みたいな出来損ないの中卒に期待しても無駄だけどな。そう言って、鼻で笑った。俺は拳を強く握りながら、耐えることしかできなかった。二代目社長、元井中園邦彦は、社長の熱心な英才教育を一身に受け、某有名大学付属の幼稚園からノンストップで駆け上がってきた。まさにエリート人間の見本のような人だ。幼い頃から優秀であることが当たり前だと信じて生きてきた邦彦は、当然プライドも高く、自分より格下の人間には何を言ってもいいのだと思っている節がある。そんな彼に対し、部長をはじめとする役員たちも苦々しい思いを抱いているのだが、社長の息子という手前、反論したり歯向かう人間は一人もいない。まさにやりたい放題だった。だが、瞳だけは邦彦の非常な振る舞いに対しても毅然とした対応を見せた。社長、突然の仕様変更は後期にも大幅な遅れを生じさせてしまいます。これは我々だけの責任ではなくなってくるんですよ。そうか。ならば今まで通り進めた方がいいな。邦彦は瞳のことを大層気に入っているらしく、たとえ瞳が彼の意に沿わないことを言ってきても、それ以上追求することはしないのだ。邦彦は気持ち悪いほどの笑みを浮かべながら、瞳に迫る。さすがは優秀なあの会社にいただけの人だ。俺の君への見る目は間違ってなかったよ。そう言って邦彦は、瞳の肩に手を回そうとするのだが、ありがとうございます。とにこやかに応じた瞳は、するりとその手をかわし、俺のところへやってきた。せっかく修正してくれているところで悪いんだけど、これはこのままでいいわ。悪いわね、手間かけちゃって。申し訳なさそうにそう話す瞳に対して、俺はうなずく。わかりました。すると瞳は、俺の肩に手を置いて、若狭くんはうちには欠かせない優秀な社員ですからね。期待してるわよ。そう言って、にっこり微笑むと、さっそうと去っていった。その場面を、無然とした表情で見ていた邦彦は、さぞ面白く思っていないだろう。そうしてまたも俺は、邦彦からの無茶ぶりに、
振り回されることになるのだ。そんな中、会社に一代遷宮の大チャンスが舞い降りてきた。なんと、あの某有名アミューズメントパークから、建物から内装に関わる一大プロジェクトの仕事を依頼されたのだ。国彦は飛び上がるように喜んだことだろう。このプロジェクトが成功すれば、我が社の知名度は右肩上がりになることは間違いないだろう。まさに社運をかけたこの大仕事。当然責任者には、瞳が選ばれることとなった。国彦もお気に入りの瞳には、多大なる期待をかけている。だが、瞳は、この重大プロジェクトに、この俺を指名してきたのだ。あなたは気づいていないのかもしれないけれど、あなたは大変優秀で、仕事もできるわ。そんな人間を放っておいて、他の人を入れるなんて考えられない。いつになく真剣な表情で口説いてくる瞳だが、さすがの俺も簡単に首を縦に振れない。いや、俺にできるかどうか。そんな弱気になってどうするのよ。そう言って瞳は、俺の両肩をガシッと掴んだ。他のメンバーも優秀な人たちばかりだから、協力し合えば絶対大丈夫。ね、一緒に頑張りましょう。はい。半ば押し切られるように。俺をメンバーに抜擢したことは、たちまち社内で話題になった。翌日出社すると、俺の顔を見るなり、周囲がざわついている。おめでとう。やっぱり美人課長のお気に入りともなると、仕事もエコひいきしてもらえるんだな。屈託なく言うその言葉が、嫌味であるということぐらい、俺にもわかっている。おい、今からこの資料、至急この会社に持っていけ。こちらには、明日伺うことになっていますが。いいから、黙って俺の言うことを聞いてりゃいいんだよ。はい。国彦がまたもや仕事を押し付けてきた。だがそれは、急ぐ案件ではないことぐらい、俺にもわかる。この大プロジェクトのメンバーに、俺が選ばれたことが気に入らないのだ。だからわざわざどうでもいい要件を命じて、俺の手間を増やすことで、仕事の妨害をしているのだ。瞳が俺の能力を買ってくれているのは、ありがたいことなのだが、周囲からの嫉妬混じりの視線が痛い。国彦からの度重なる妨害も、みんなは知っているはずなのに、誰一人助けてくれる人はいない。瞳から頼まれた仕事も、国彦からの横やりが入り、なかなか進まない。だから、同じプロジェクトメンバーにもたびたび迷惑をかけることが増えていく。彼女も忙しく駆けずり回っており、部下である俺たちの置かれている状況に気づけていないようだった。若狭くん、まだできてないの？すいません。たく、使えねえな。しかめっ面の同僚が、不機嫌さをにじませながら、自分のデスクに戻る。施工先との打ち合わせを明日に控え、資料を準備する必要があったのだが、連日の残業でも終わらず、泣く泣く頭を下げ、先ほどの同僚に引き継いでもらったのだ。こんなことが二度三度続き、プロジェクトメンバー間との空気が、ますます険悪なものになっていく。もう限界だった。今までは、ひっそり息を沈めて、おとなしく仕事をしていればよかったのだ。それなのに、瞳という美人上司からのお気に入りという理由で、みんなから余計な注目を浴びることになり、しまいには、国彦という厄介な社長の標的にもなってしまった。このプロジェクトから外れよう。そう決意した俺は、忙しい瞳を捕まえ、事態を申し出た。案の定、瞳は強く引き止めてきた。
あなたがとんでもない才能を持っていることぐらい、私にはわかるわ。ですが、僕がいるとみんなの足を引っ張ってしまっているのは事実です。それはみんなで助け合っていけばいいことよ。何もわかっていないくせに、まだ言うのか。俺はだんだんイライラしてきた。俺が中卒であることは課長もご存知のはずですよね。とてもじゃないですが、今の俺には荷が重すぎます。どうにか分かってほしいと訴えるも、瞳は引き下がらない。若狭くん、あなたの学歴がどうだろうと、そんなの関係ないの。私はただ、あなたの中に眠る素晴らしい才能を、他の人にも知ってもらいたいだけ。それだけだから。もうやめてください。若狭くん？ぱっちりした瞳が、さらに大きく開かれる。何か、もう放っておいてくれ。俺に何の恨みがあるって言うんだ。そう言って、俺は彼女に背を向け、その場を去った。半ば強引に抜けたプロジェクトだったが、俺一人いなくなったぐらいで、大した影響など、ない。同僚からの話によると、プロジェクトはその後も着々と、予定通りに進んでいるらしい。だが、瞳だけは、以前のような覇気がなくなり、時々ぼーっと一点を見つめることが増えているのだという。最近は、瞳から話しかけられることが極端に減り、俺のことを避けているようにも思える。前までは煩わしく思っていたのに、なぜかひどく寂しい思いがこみ上げてきた。そんなある日、仕事中の俺たちのところに突然、上機嫌な国彦がやってきた。池内さん、ちょっといいかな？その表情は、いやいやと言ったところだが、仕事ならば仕方ないといった様相で、瞳は席を立つ。何でしょうか、社長。プロジェクトのこと聞いたよ。君の素晴らしい仕事ぶり。やはり俺は間違ってなかった。自分の力を確信したかのように、国彦は力強く言い切った。ありがとうございます。表面上は笑顔を浮かべているものの、内心は戸惑っているように思える。だがね、メンバーの人選に関しては、さすがの君もしくじってしまったようだな。と言いますと？瞳からの問いに、国彦はねっとりした視線を向けながら答える。君の任命責任を問わないわけにはいかない。そこでだね。国彦はねっとりした視線を向けながら、とんでもないことを言ってきた。来月は私の記念すべき誕生日なんだ。そこで君には私の誕生日パーティーの幹事を任せようと思う。え？これには俺も思わず声を出して驚いてしまった。みんなも一様に驚いた表情を浮かべている。誕生日パーティーの幹事？やや呆れたような表情ながらも、瞳は冷静だ。ああ、君ならばこの私をあっと言わせてくれるだろう。楽しみにしてるよ。そう言って、国彦は満足げに去っていった。その後ろ姿を、憎らしい眼差しで見つめる瞳。もしかして、人波乱ありそうだ。その想像は、的中してしまった。瞳が仕事をしていても、お構いなしに国彦から呼び出され、その度に中断せざるを得なかった。課長である瞳は、プロジェクト以外にも仕事が山のようにある。この調子では、いつまで経っても仕事が終わるはずはない。呼び出しを受けるたびに、その顔が歪み、いやいやながらも従う瞳の姿を見るのは、忍びなかった。俺が事態を申し出なければ、こんなことにはならなかったはずなのに。俺の自分勝手な行いで、瞳に嫌な思いをさせてしまった。机の上を見ると、
まだ手つかずの仕事が山積している。だが、俺は自分から辞退を申し込んだ身だ。今更俺ができることなんて何も。俺は自分の拳を握りしめた。こうして、国彦社長の誕生日パーティーがやってきた。瞳が幹事ということもあり、パーティー会場はきらびやかに飾り付けられ、並べられている料理や飲み物も彼女らしいセンスで溢れていた。だが、参加している社員一人一人は、どこか浮かない表情をしている。国彦からの絶対的命令により、誕生日会は全員参加なのだ。しかも今日は金曜日。どうせ自慢話だけで終わるんだろうな。そう思っていたのだけれど、案の定、お礼の挨拶という名目の国彦の長い話が始まった。忙しい中、優秀な美人課長が自分のためにここまで頑張ってくれたこと、おかげでこれだけの素晴らしいパーティーを迎えられたことを、瞳をこれでもかと褒めたたえながら延々と語っている。すると、いつの間にか話の中心は会社の現状のことに及んだ。実はですね、みんなを不安にさせまいと今まで黙ってきたのだけど、会社は今厳しい岐路に立たされているんだ。え？場の雰囲気が騒然となった。国彦がその様子にうなずきながら続ける。会社経営というのは時として、痛みを伴った改革が必要になることもあるんだ。そこでだ、いきなりだが、リストラを検討しているところだ。え、リストラ？俺たち辞めさせられるんですか？社員が次々と不安な言葉を口にしている。誕生日パーティーのめでたい雰囲気が、今は一かけらもない。おい、そこの中卒。国彦がいきなり、俺を指さしてきた。全社員の前で、中卒であることを暴露され、俺はいたたまれない気持ちで前に立った。リストラの対象はズバリ、学歴が圧倒的に低いやつだ。つまりお前のこと。はあ、いきなり首宣告をされるというこの状況に、俺はどう答えればよかったのだろうか。だがな、いきなり首を切るほど、この俺は冷酷ではないんだ。そう言って、にやりと笑い、ある一枚の紙を俺の面前に突きつけた。これは？よく見ると、英語の文章がつらつらと綴られている。これはトエックが出題している問題で、一番の難題だ。トエック。思わず問題を持つ手が震えた。なんだ、ビビってるのか？国彦が意地悪そうな表情で詰め寄ってくる。うちにいる以上はね、最低でもこれぐらいは解けないと。瞳が心配そうに見つめているのが伝わってくる。まあ、所詮中卒だからな。こんな激難しいのが解けるわけがないだろう。でも、もし、解けたら、部長にしてやることぐらいは、考えてもいいぞ。どうせ無理だろうと高をくくっているのか。国彦は前で腕を組みながら、ふんぞり返っている。俺は屈辱と悔しさを胸に、目を閉じた。ここは、やるしかないだろう。俺は気持ちを落ち着かせ、改めて問題を眺めた。俺の口から自然と、英語がスラスラと出てきた。え？国彦や周囲が呆然としている中、俺は文章を頭の中で翻訳しながら、一生懸命解いていった。みんなに見守られながら、無事すべての問題の答えを解き終わった俺は、自信満々で国彦に見せる。はい、解けましたよ。お前、悔しそうな国彦に、俺はさらに畳みかけた。
約束通り部長にしてくださるんですよね。だがそれには答えず、国彦は噛みついた。お前中卒なんだよな。どうして？確かに高校を卒業していない以上、ここでは中卒扱いなのでしょう。ですが僕はその間、留学してスタンフォード大学を出ています。スタンフォード？まさか海外の。しかも一流の大学を出ているとは、想像もしていなかったのだろう。国彦のあっけに取られたかのような顔が、今でも忘れられない。周囲も、俺の出身大学を知ったことで、見る目が変わったように感じる。ざわつく会場を見渡しながら、俺の脳内には、忘れたくても忘れられない、あの頃が蘇ってきた。高校2年に上がった春のことだった。思いもよらない大病が発覚し、俺は長期入院を余儀なくされた。治療の甲斐もあって、病気の方は少しずつ解放に向かっていったものの、長いこと学校を休んでいたために、出席日数が足りず、このままでは高校を卒業できない。学校側からは、留年も可能だと言ってはくれたものの、自分から誰かと仲良くしようという積極性が皆無で、年下の同級生たちと机を並べて授業を受けるという場面が想像できなかった。やむなく俺は高校を中退した。俺の人生もここまでか。長い入院生活で体力も落ちてしまい、体が思うように動かない。それでも、どこかで諦めたくないと思っていた俺は、時間を見つけては、コツコツと独学で勉強に取り組んだ。それは、孤独との戦いと言ってもいいかもしれない。そうして、ようやく病気の方が治癒していき、俺はかねてから計画していた、あることを実行に移したのだ。それは、海外に留学し、大学に進学すること。だが、日本とは違い、海外の大学は、卒業するのがとてつもなく難しいと聞いた。特にスタンフォード大学は、レベルがとてつもなく高い。だが俺は、普通の高校生活が、遅れなかった悔しさを胸に、食らいついていった。ふん、問題が解けたからって、調子乗りやがって。お前のことは認めてないからな。そう言って、国彦はへそを曲げ、会場から出て行ってしまった。誕生日パーティーはすぐさまお開きとなった。ああ、やっと解放されたぜ。帰ろ帰ろ。誰もが解放感いっぱいだったことが、俺の胸をスカッとさせた。今、俺は瞳と一緒に、真っ暗な道をとぼとぼ歩いている。すると、瞳がいきなり立ち止まった。ねえ、若狭くん。俺は彼女の方を向いた。瞳が、ほんのり笑みをたたえて言う。疲れたでしょ？公園で少し話さない？どうぞ、これ。俺が自販機で買ったミルクティーを差し出す。ありがとう。瞳から少し離れた隣に腰掛け。缶コーヒーのプルトップを開けた。先ほどまでゴミゴミした空間にいたこともあり、体に吹きつける風が心なしか心地いい。先ほどはお疲れ様。どうも。瞳は何か言いたそうな顔をしていたが、二人して無言のままだ。若狭くん、あんな約束してよかったの？約束、ああ。問題を解けば部長にしてもらうという約束は冗談だと思ったらしく、瞳は心配そうに俺を見てきた。だって若狭くんって、そういう昇進とか興味ないと思ってた。別に全く興味がないわけではありませんよ。俺はそう言って、コーヒーを飲み干した。
瞳が少し笑う。何かおかしいこと言いましたっけ？ううん、そうじゃなくて。瞳の表情が面白いことを見つけたかのような楽しさに満ちている。いつも自分は仕事できませんっていう顔をしていた人が、実はそんな野望を秘めていたなんて、なんだか燃えるじゃない。燃えるって、俺は思わず苦笑いを浮かべた。ねえ、聞かせて、あなたのこと。あれだけの経歴をなんで隠していたの？真剣な眼差しに、俺はたじろぎながらも、俺はぽつりぽつりと、高校生時代のこと、留学時代のことを語り出した。その間、瞳は真剣に耳を傾けてくれていた。長く苦しい努力が実を結び、俺は無事に大学を卒業することができたものの、帰国した俺に待っていたのは、あまりにも残酷な現実でした。現実？瞳が首をかしげながら、話の続きを待った。俺の同級生たちの中には、すでに大学を卒業し、社会人として大きく羽ばたいていた。一度だけ集まって、一緒に飲んだことがあるんです。でも、彼らとの開きは想像以上に大きかったですよ。全く話についていけなかったし、自分のダメさ加減を嫌というほど味わいました。そんな、まるで自分が取り残されたかのような絶望感を思い出し、思わず身震いした。俺、怖かったんですよ。空の缶を両手で握りながら言う。スタンフォード出身のくせに、こんなことも知らないのかって言われるのが怖くて。さっき課長が、俺にはちゃんと野望があるんだって驚いてましたけど、俺にも人並みの欲はあります。でもそれを素直に出せなかったというか。瞳が一言も口を挟まず、うなずきながら話を聞いてくれている。この先平穏に生きていくためにも、俺はこのままできないふりをして自分を守っていくのが一番だと思ってました。人から期待されない分、落胆されることもないですから。ずいぶん苦労してきたのね。俺は瞳の方を向いた。でも課長は表面だけではない部分をちゃんと見てくれたんですよね。俺を大事なプロジェクトのメンバーに選んでくれたのも、俺のことを信じてくれたからだって。今更ながら気づきました。でも俺が辞退したばかりに、課長があんな大変な目に遭ってしまって、申し訳なく思ってます。俺は頭を下げながら、こらえきれない涙を必死で隠した。私こそ、あなたの気持ちを無視して辛い思いをさせてしまって、申し訳なかったわ。他の社員から、若狭くんが社長から随分といろいろな仕事を押し付けられていたとも聞いた。上司として、そんなことにも気づけず、情けない限りよ。しきりに謝罪の弁を述べる瞳に、俺は言った。いえ、あなたが上司でよかったと思ってます。だからこそ、今度は、瞳をまっすぐに見据え、自分自身にも言い聞かせるように宣言した。どんな自分であっても、それを受け入れて、大切なものをとことん守っていこうと思います。その翌日のことだった。失礼します。社長室に呼ばれ、俺は緊張の面持ちで扉を開けた。中に入るとそこには、頬がこけていながらも、にこやかな笑みを浮かべる先代の社長と、二代目社長国彦の姿があった。国彦がやたらうつむき加減なのは、俺に合わせる顔がないということか。いやー、いきなり呼び出してすまないね。いえ、それよりもお加減の方は。ああ、もうすっかり良くなったよ。赤みを帯び、
心なしか穏やかになった顔つきが、まるで高校野のような柔らかさを醸し出している。昨日のこと、こいつからたっぷり聞いたよ。罰の悪そうな国彦を指しながら、申し訳なさそうに言う。君にはすまないことをした。この通りだ。頭を下げつつ、国彦の首根っこを掴んで、一緒に頭を下げさせる。いえ、そんな社長が謝ることでは。おい、国彦。社長が厳しい目を息子に向けている。こんな忙しい最中に、自分の誕生日パーティーをやろうとするバカがどこにいるんだ。そんなことのためにどれだけの迷惑をかけたか、お前わかってるのか？はい、わかってます。昨日とは違い、すっかりうなだれた様子だが、その顔はどこか不満がありそうだ。社長が再び、俺に向き合って言う。君が有能であることは、鼻から知ってたよ。だからこそ、ここでは君のペースで仕事をしてくれればそれでいいと思ってた。だが、もし君が望むのなら、今後は部長として、そのスキルを存分に発揮してもらいたいと思っているよ。父さん！国彦が思わず大声を出す。そんなのあんまりだよ。なんでこんな奴が部長なんかに、まだ言うのか。そう言って、社長は深いため息をついた。お前に期待した俺が甘かったよ。いいか、お前がやってきたことは社長の仕事じゃない。権力の強い人間が、感情に任せて人をこき使った、最低なことだよ。ああ、父親である社長にここまで言われ、国彦は返す言葉もなかった。悪いね、見苦しいところを見せちゃって。父の顔になった社長に、俺は言葉を振り絞った。俺、今までは、波風立てないようにやっていくことばかり考えてました。でも、それではダメだって。今回のことでよくわかりました。これからはもっと自分にできることを積極的にやっていこうと思います。俺のたどたどしい話に社長が深くうなずいてくれた。こうして国彦は今まで散々好き勝手やってきた責任を取る形で左遷させられることとなった。会社から追い出すのではなく、社長の監視下に置くことを選んだのは、せめてもの親としての償いという意味もあるのかもしれない。これからは遠い僻地で、慣れない仕事に従事することになるだろう。社長が国彦に、こんこんと諭していた場面を思い出す。お前は一から出直しだ。その余ったれた根性を叩き直せ。自分は何でもできると思ってるだろうが、そんなことは通用しないと嫌でも実感することになるだろう。今のお前に必要なのは何でも経験することだ。国彦は子供のように嫌だ嫌だと泣きわめいていたが、社長の姿勢は一切変わらなかった。俺もこれにおごらず、精進していくのみだ。そうして俺は、約束通り部長へと昇進を果たした。上司だった瞳とは、立場が逆転したものの、関係性はこれからも変わらない。そんな瞳から、例の一大プロジェクトのメンバー、いや、責任者として、もう一度一緒にやってほしいと懇願された。もちろん、今の俺に断る理由はない。再び同じメンバーと一緒に仕事ができる喜びをかみしめていた。半年にわたり、綿密なる打ち合わせや折衝を繰り返し、時にはぶつかり合いながらも、同じ目標に向かって突き進んでいった。そうして、プロジェクトは無事、大成功を収めたのだった。その結果を受けて、
我が社には一緒に仕事をしたいと依頼が殺到し、売り上げも好調だ。今、俺たちは祝杯と称した飲み会で一緒に酒を飲み交わしていた。いい感じでほろ酔いになってきたところに、瞳が口を開いた。ねえ、覚えてない？覚えていないというのは。やっぱり覚えていなかったか。やや落胆した面持ちの瞳が話してくれた内容は、俺の大変な日々の中でも忘れがたい、あの出来事だった。留学していた時のことだった。スタンフォード大学に入学し、俺は死に物狂いで講義についていく日々を過ごしていたが、そんな中でもささやかな楽しみがあった。それは街角にあるコーヒーショップで一杯のコーヒーを楽しむこと。お金がなく毎日安いパスタでしのぐ生活をしていたが、お店の人たちや居合わせた客との会話は英会話の勉強にもなるし、何より勉強漬けの自分にとっての気分転換となった。その日も大学の休校日で、いつものようにあるコーヒー店へと歩いていた。このところレポート課題が忙しかったが、それも一段落し、久しぶりの穏やかな時間に心躍っていた。すると、その目線の先で、何やら物騒な言い争いを目撃する。やめてください。いいじゃないか。どうやら一人の女性が複数の男性たちに絡まれている。よく見ると、女性は日本から来たようだ。彼女は相当困っているようだが、英語が通じないらしく、相手もそこにつけ込んでいるのがありありと見えた。周囲の人たちもちらちらと見てはいるものの、彼女を助けようとする者は一人もいない。ここで見て見ぬふりすることもできるが、同じ日本人として放ってはおけなかった。何してるんですか？俺は拙い英語力を駆使し、なんとか彼らを彼女から引き離した。心臓はバクバクしていたが、何かあれば警察を呼びますよ。ということをどうにか英語で伝えると、彼らは諦めた様子でどこかに行ってしまった。ありがとうございます。いえいえ、大丈夫ですか？はい、私、初めてだったから。小刻みに震えている彼女を見て、俺はこの近くに泊まっているというホテルまで送って行った。今思えば、名前ぐらい聞いてもよかったのだが、この時の俺はとんでもない状況に遭遇してしまったという怖さが上回り、別れ際もしどろもどろなやりとりで終わってしまった気がする。あの時のことを振り返ると顔から火が出る勢いだ。まさかあの時の女性って。俺は隣に座る瞳を見る。瞳が上目遣いでこちらを見ている。そう。あの時、あなたが助けてくれたのが、この私よ。そんな偶然が。あの時のドキドキが蘇ってくるようだ。びっくりしたわ。ヘッドハンティングされた先であなたを見て、すぐわかったの。あなたは無能なふりをしていたけど、時折見せる真剣な顔は、あの時とちっとも変わらなかった。だから、こうして一緒に仕事ができて、本当に良かった。そう言って笑う瞳の顔は、すでに赤みを帯びていて、目つきもトロンとしている。課長、飲みすぎですよ。課長って呼ぶのはやめて。そう言って、俺を上目遣いで見つめてくる。するといきなり、俺の耳元に顔を寄せつぶやいた。この後、二人で飲み直さない？え？思わず見ると、そこにはちょっぴり意地悪そうな表情をした、一人の女性の顔があった。
全く面白みのない人生だと思っていたけれど、これからは恋の一つや二つは期待してもいいかもしれない。俺は残りのビールをぐいっと煽った。大病をした時から、俺の人生は後ろ暗いものになるのだと思っていた。だけど、勇気を振り絞れば、人生というのはいくらでも好転できるのだと、瞳から教えてもらった。あの頃のような惨めな自分に戻りたくなくて、本来の自分をひた隠しにして生きてきたけれど、少し勇気を出したことで、思いもよらない方向へ俺を導いてくれた。俺は仲間と一緒に笑い合いながら、楽しく仕事ができること、心の底から渇望していたようだ。恋も仕事も、まだこれから始まったところだ。これからは貪欲に、自分の人生を堂々と歩んでいきたいと思っている。